こんにちは。あ、こんにちは。イエーイ。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、今回の、はい、絆チャリティーインタビューリレーで一緒にお話しするのは、バイオリニストの、渡辺ゆずきさんです。こんにちは。ごめんなよろしくお願いさい。します。前回、紹介するときに、旧姓でのお名前で言ってしまってたんですが、全然渡辺元さんです。よ 大丈夫、みんな下の名前でしか呼んでくれないから それは全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、敬語ですね、やっぱり。まずじゃあ趣旨を。趣旨ですか。趣旨はフリートークということで、はい、どうしようかな。そうですね、どうしようか。ゆずきを、あれ大丈夫かな、見えてるかな。うん、うん、今回、ピアニストの近藤さんからこうバトンタッチで次誰にしようかなと思った時に、ゆずきとはね、高校からの同級生で楽器も一緒で、住んでるところも近いの どうしてるかなってまずちょっと頭に思い浮かんだので、今回お誘いしました。ありがとうございます。こちらこそ引き受けてくださって。まさかこんな事態になることはもう予想もしていなかったぐらい大変な事態になって、今やっとね、2、3ヶ月ぐらい経って少し前に進んでいけるのかなっていう感じが、して、嬉しい気持ちもあるんだけど、まずはゆずきはこの数ヶ月仕事がね、演奏活動がほとんどなくなっちゃったと思うけど、どんな、暮らしをしてたのかなっていうのを。そうだね、2月の末から見事にね、亡くなっちゃって、まだ7月とか未定なんだけれども、もう多分もしかしたら、そうね、夏休みいっぱいぐらいまではオーケストラ業界はちょっと見通しが立たない状況かな。ゆずきは、東京都交響楽団の、第一バイオリン特集席で、やってます、ね、活動して、はい、それがメインで活動してる、はい、オーケストラはだから本当に私がやってる弦楽四重奏とかよりもさらに、ね、人数が当然多いわけで、規模も多いだろうから、復活にもこういろいろ気を使うだろうけど、いろんな形でね、少しずつでも前向きにいければ。そうね、休み中に結構皆さんと話し合いっていうか LINE で会議したりとかしてて、もうどうやったらこうその貢献できるのかとか、今何ができるんだろうっていうことを結構皆さんでアイデアをね、OK の中で出し合ったりしたのね。それで、いろんな案出てきた中でも、やっぱり演奏はどうしてもその生で集まっては絶対できないっていう、一番 やれることができないっていう状況そう、だから辛い、そうどうしたらいいんだろうって。で、SNS でのね、発信がすごい今活発になって、世界中のオーケストラがみんな一人で弾いたり、テレワークで弾いたりとか、ものすごい活発的にやって、いろんな案もあるんですけど、それぞれのいろんな考えもあるし、みんなで一丸となって表現するならしないといけないしっていうのもあって、都京は割と今までの昔の録音とかね、もう逆に言えば二度と聞けないっていう、そういう昔の巨匠の指揮者が来た時の演奏会とかをこう流してくれたりとか、 YouTube で流したりとか、そういうので、ただね、やっぱり意外と私もそうだったんだけど、 SNS
にすごくこう携わっている若い人たちもいれば、うん、その定期会員の方々とかあのクラシックのお客様の層って割とご年配が多かったりするじゃないですか。ね、そうするとやっぱり携帯だってそのスマホを持ってない方もいらっしゃるし、うん、ましてやスマホで YouTube を聞くってやったこともないし存在すら知らないって方が結構多いんじゃないかっていうね、うん、そういう話題にもなって、うん、さあじゃあこの発信したところでその一番来てくださってる定期会員の方々にいられない、そう、何も、そうまあ難しいところだよねって、だけどそのみんなで何とかして活性化していかなきゃいけないし、何とかして耐えてしまうことはいけないから、うん、今知恵をね絞ってやっているところなんですよ。だから再開したら一気に例えばその2000人ホールとかでやるわけじゃない、うん、そうした時にオーケストラが100人集まって2000人満席っていう状況は急にはきっとガイドラインとしては無理。そうだね。だからどうするのかなっていう感じだよね。半分とか、半分以下とか、ね、そうなるかもしれないね。それでもコンサートができるようになったらきっとね、聞く方もそうだし、演奏する方も嬉しいよね。そうよくあの経済面は私よくあのど素人だからねわからないんだけれど、そうする何いや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 、可愛いなと思ってちょっと真面目に喋っちゃってるね。そうこれなんかさごめんごめん、あの質問が振りが悪いんです。いやうん、これあのステージとは全く違うオフな状態でお話しするっていうように、うん、なんかこう、ね、雑談 の動画だって聞いてるので、うん、あの雰囲気はあれですか、ステージ上ではやっぱりあのこうちょっとおしとやかそうそうそのキャラです、澄ましてるまず例えばサントリーホールだったらいかにつまずかないで、うん、あの序盤の椅子までたどり着くかっていうことに必死だからだってちょっとヒール履くじゃない、えちょっとヒール履くじゃない、ちょっとねヒール、うん、それで私ほらあの楽譜は絶対メガネかけないと見れないから、うん、メガネをするんだけど、あの音楽家って絶対あるあるだと思うんだけど、メガネってさあの楽譜との距離を考えて作ってるはずなの、うん、だから普通のメガネ屋さん行って、まあ、買うんだけど、メガネの測ってもらうときにちょっと変な人だと思う、あのこうやってあのものを見させられるものがある、そうかそうか、そうこうねこんな感じですよって、今こういうふうに見えますよってこうなんかね文字みたいのをこう見せてくれるんだけど、それ楽譜もあるのよ。で楽譜とかこうやるんだけど私はこう1メートルぐらい先にこう置いてもらってそれで右からと右斜め45度からとそう左斜め45度から要するにまあ右左、うん、そのプルトンの中でも絶対入れ替わりするから、はいはい、両方でもこうちゃんと見えるような妥協点を見つけるっていうね、えらい人にだけ時間かかっちゃってすごいこだわってる人に見えるその眼鏡をしてるもんだから、あの距離感、足元の距離感に合わせてないからなんかね浮いて見えるのよ、あの地面がわかるもう本当に楽譜にピーポイントで焦点を合わせて眼鏡作っちゃってるから、うん、足元がちょっと、ね、近く見えるのかな。それでだからあの階段で降りていかなきゃいけないから、サントリーってこうひな壇があるから、あ危ないね、あそこそうなの、まずひな壇を上がってそれで降りなきゃいけないからヒールでねそう済ましてるわけちょっとそのことに集中もしてるしみたいな、すごくしてる普段はかけないのか、メガネはね普段、うん、最近でも家でかけるようになったかな、あの細かい文字が見えないから、あそれ老化現象そうとも言うかな楽譜はさ、うん、やっぱりこうナチュラルとシャープがね、うん、やっぱりこうちょっと何ショスタコーヴィチとか手書きとかになってくると、あもう途端にね見えない、あとねブルックナーもね全部全部こういうかミミズが全部張ってるじゃない、ワーグナーとかもうそうするとちょっとね乱視も入ってるからもう全部こうもじゃーって模様に見えてきちゃうね
でも1回だけ失敗したことがあって、そのマーラーのシンフォニーって結構長いじゃない、1時間以上ある曲もあるんだけど、もう心して準備したのに、じゃちょっと準備しすぎたのかな、私準備しすぎるとろくなことがないタイプでね。そうすると本番でそうやって済まして、入って座りました、もう調弦するだけぐらいの時になった時に眼鏡忘れてて、もうそん時はね、こう食い入るように楽譜を見て大変だった。面白いね。なんか何回かその東京のコンサートとか私も聞きに行って、うん、ああいう好きだなんて思って見てるとすごいかっこいいくこうね、済ましてると思わないけどかっこいい弾き、やっぱ弾き方すごい綺麗だななんて思いながら、いやいやいや、実はその心の中ではシャッとナチュラルとか思ってる時もあるんです結構ある。そういうのをこれからね、東京ファンの、ゆずきファンの皆さん、いやいやいや、の注目して聞くと面白いかもしれないね。やっぱりこう本番ではこんな、ね、素性は出せないっていうかちょっとみたいな、ちょっとね、あおちょこちょいだから、うん、知ってるもう本当あのコンサートマスターの方が横にいらしたりする席に座んなきゃいけない時とかに、あのテンパってこの手が割とこう乾燥してるのよ、私ね、そうすると、もうめくりね、めくりに命かけててもやっぱりね、2枚めくっちゃったこととかあってもうね、本当にごめんなさいとか、もうその時の焦りよ、パニックの、もう本当ね、漫才だと思うこう今度こっち戻れないの、こっちもさ、こっちもカサカサなの、だから戻せなくって、もう後ろの人結構笑ってると思うんだけど、ゆずきちゃん面白さが出てきましたね、だんだん出てきましたゆずきね、そう、なんだろう、一番最初に会ったのは高校、すごい話1年かな、だけど、うん、ね、何十年前だか、ちょっと数年前じゃないですね、だいぶ前の、うん、そう時に同学年だったから会って、その時と本当に変わらず可愛くって、いやー、私はねゆかちゃんをね最初に見た印象は、うん、白鳥だと思った。ちょっとちょい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 ちょっとあの批判を浴びるかもしれないゆずきがそう思ってくれた、そう思って、そう、私の個人的な意見ね。で、なんかこうスーッとしてさ、腕もこうヒューッと長くて、首も長くて真っ白でね、あ、白鳥みたいと思って、で、音もそうなんだよね、ゆかちゃんね、えだからほんとほんと、なんかね、麗しいっていうか、やっぱり美しい音なんだよね。じゃあこの話は終わりにしよういやー、そうだからね、ゆずきはだからじゃあ逆にちょっと私の思うことを言うと、 もちろんもソロでね、すごいうわー、もう別格のレベル、いえいえ、うちの学年そういうその上手な人が本当に多くて、本当そう、なんかそうだから別格な人たちが数名いてみたいな感じ、うん、もちろんその中にゆずきがいて、いやいやいや、確かカルテットもやってたよね、うん、賞取ったりして、あれは そう高校時代の、うん、かな、の同い年の人たちで、そう言っていいんだと思うけど、絆のこのね、チャンネルの ね、うん、最初の方に出てた古川の信夫君とかもメンバーだったし、そうだね、うん、あとそうね、だから同級生で神谷美智子ちゃんとか、うん、あとビオラの篠崎智美ちゃんとかと最初のね、そう、うん、今はある子みたいにこう活性化して、今の時代はそれやってると思うんだけど、なんか一番最初はあの4人がね、ガッと集まって、うん、合宿みたいにね、あ、一生懸命やった覚えがある、うん、うん、そうだから室内楽もできるし、オーケストラプレイヤーになった時は、うん、割と驚いたんだけど、うん、オケもできるし、いやいやいや、レッスンも教えるのもね上手
ていうふうに。いやいやいや、まあ、なんか私たちの学年って本当になんかねびっくりするな学年だったと思うの。なんかすごい人たちが、うん、あのギュッと集まってたね。そう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 、本当、うん、でまあなそこから何十年経って今思うとやっぱりもう本当に皆さんたくさん活躍なさってて、うん、あのいろんな分野にはみんなこう自分のワールドをね築いて、うん、ゆかちゃんもカルテット行ってるし、あの私もなんだかんだ言ってなんかオーケストラにあのご縁があって、うん、あのよかったなってすごく思ってるんだけど、若い頃はね割と迷ったかな、ね、やりたい方面っていうこととその需要と供給がこうまだピタッと合ってなくって、うん、いろんなことをやってたっていうフリーの時代があって、ゆずきは、ディプローマに行って、うん、卒業してからあの留学したんだっけ。うん、そかそか、結構長くね留学そうで、そうなの、なんかねあのそれこそ今回の自粛が始まったじゃない。で始まった最初の頃って結構深刻な感じで、やっぱ 1,2 ヶ月ね感染者がどうなるんだろうっていう感じだったから、うん、ちょっと思い出したのはその留学時代にあのボーイングのねなんかもう基礎の基礎開放弦だけを永遠とやるっていうのをお世話になった先生がいて、でその先生もあのかなりお年を召していて第二次世界大戦をまあ経験されてるようなお年の方だったわけ。すごい。で、うん、あのグリューミオのアシスタントをずっとしていて、グリューミオっていう巨匠のさあのバイオリニストの、あのそう私も好きでそのボーイングを教えてもらうっていうのでずっと通ってたんだけど、ベルギーにね通ったりして、パリからベルギーに通ってたんだけど、すごい。その先生からねある日そのずっと開放弦やっててもうあ私はもうどん底なわけよ。もう全然曲も弾かしてもらえないし、要するにそこに行く前に3年間コンサートとコンクールと何か人前で弾くことを諦めてもいいんだったら来てもいいよっていう感じの感じだったわけ。だから何も考えてなくて学びたいから行きますって言って行ったんだけど、本当辛いわけよ、本当に曲弾かせてもらえないからでなんかその先生が夏休みの時にね、うん、2週間あげるから宿題をやってこいってわけよ、うん、でやっとなんかね曲もらえるかなと思ったら2週間バイオリンを弾くなって言われたの。でって思ってちょっとパニックだよね。やっぱりあの私たちってみんなこうちっちゃい頃からそれなりにこう練習ばっかりしてきて、でお正月もクリスマスもないみたいな感じだったじゃない。で夏休みといえば9月のコンクールに向けてっていうそう、ね、みんなそういう感じで来てたから、や休むっていうことがパニックになったのね。だけど先生がその時に言ったのは、先生その戦争も経験なさってるし、うん、あの女性のね先生だったのね。で あなたを見ているとってその 引かないといられないっていうそういう精神状態を持ってると。でそれは現代におけるそのなんか演奏家にありがちなんだけれども、一回それを手放しなさいって言われて、それが宿題だって言われて、うん、もう泣きながらなんかブルッセルからパリに戻った覚えがあるの。すごい。もう鬼だと思って、どうすりゃいいの私と思ってね、こんなに弾いてないのにさらに弾くなって、しかやってないのにもうダメだと思って、まあね、曲をもらえるかと思ったら、そう国、ただそれが2週間本当にだからまあ言うこと聞くから休んで、うん、あの旅行したりとかね、うん、もう本当にバイオリンを弾かないっていうことを先生も言ってくれたしと思って、なんかこう許可を得たみたいに自分でやめて、うん、で2週間後戻って先生のところに、まあ、一応楽器は持っていくんだけど、行ったら先生がお弾かなかったねその顔はって言うわけよ。でと思って、もう本当に弾きませんでしたって言って、で、まあ、気分はどうだいって言われたから、最初はパニックだったけど、そのちょっとなんか新しい感覚、自分が弾いてなくても自分は OK っていうかいるんだ、入れるっていう安心感を一つ得ましたっていう、したらそれをあの掴んでほしかったっていう風に言われた経験があるのよ。でそれをなんか今回自粛ってちょっと思い出して、うん、で
なんでかっていうと、その先生がその時にねおっしゃったのが、人生はってその戦争も経験してらっしゃるから、うん、何が起こるか分かんないと。で今後病気するかもしれない、いきなり事故に遭うかもしれない、うん、それから国が戦争になっちゃうかもしれない、うん、あるいはこのウイルスのことはもうおっしゃらなかったけれども、うん、あの女性だったら出産もあるだろうし、うんね、いろんなことがその災害もね含めて起こり得るときに、その自分がバイオリン弾けない状況っていうのが訪れることもあるかもしれない、うん、そんなこと言ってられない状況も出てくるかもしれないっていうときに、弾かなくても自分は絶対大丈夫っていうのを一度経験しておく必要があったと思うって言われて、それがまさに起こったじゃない今回。まあ弾けないわけじゃないけど、練習できないわけじゃないけど、もうね、もう世界 全部でそういうことが起こって、あ、なんかあの先生の言ってくださったことは非常に大きかったのね。それで今回はすごく平和に過ごしてる。ああ、素晴らしい、うん、私もその、あ、ごめん、うんうん、いや、もうそれは多分ゆずきは若い頃にねそういう経験をしたんだと思うんだけど、私もその実はその手をね、あの壊して5年前かな、うん、5年前に壊してその10ヶ月か10ヶ月休業、うん、あの活動 休業したんだけど、うん、まあ、それは、まあ、知ってるけどね、うん、だけどそのまあそれは全然また違うあの理由で休んだわけなけれども、なんかまあとにかく私の場合はそれをその手を痛めたことをとにかく治して復活することっていうので、まあ精神ともに結構そうだな、苦しんだあの10日間ではあったけど、今そのまあ復活して復帰してまあ5年ぐらい経って、その復帰してからもやっぱりまだまだ大変だったんだよね、うん、そうだけどこの数年あのだいぶそのなんだろう、あ、いいのかもしれないっていう状態まで、あの 100% ではないけど、あの戻って、その戻った時にあの休養は決してそのまあどん底だったかもしれないけど絶望的なものではなかったんだなっていうのを感じたり、あと、うん、私もやっぱりそのあの練習をねこうしないと、あの今度の演奏会のためにとにかくたくさん練習しないとって思っちゃうタイプだったから、うんうん、あ、それでそういう経験を得て、あ、そこまで練習しなくても意外と本番楽しく弾けるんだなっていうのをもうね、いい年になって経験してそうだから それを思うと全然あの環境も状況も違うんだけど、今回のその弾けないというのはもちろん悲しかったけど、中止になったり延期になったりコンサートね、で、あ、お客様の存在とかもいつもこうどうしてらっしゃるのかなって思ったり、あの残念な気持ちはたくさん あるんだけど、またいい時間 を過ごしている部分は あるんだなっていうふうに思って、割と気をつけながらとかいろんな人に感謝して大変な思いしてる人もいるけれども、そう いい感じにこの休日じゃないか休業期間を過ごせているのかなとは、うん、思いますが、復帰するのがちょっと心配そう、本番の感覚だよね、これのさ、絆チャンネルでも皆さん他の、うん、アスリートの方々のとかも見たんだけど、うん、やっぱり彼らも同じこと言ってて、その自主トレはできても、そうそうそう、本番のね、うん、あの感覚っていうのはまあ確かにそこだけは無理なんだけど、大丈夫よ、またやっていけばまたそれつくっていうかさ、おのずと、うん、そうだよね、うん、今はなんかね逆に普段もうベルトコンベアのように弾くじゃない、ね、多分カルテットでもさ言ってたけど、ほとんど休みなくいつも合わせてるっていうじゃない、練習してるって言ってたよね。そうだね、
ね、すごいことじゃない？年を重ねて休みも必要だなと思って作るんだけど、うん、まあただその個人練習してさらにもうワンステップね、うん、こう共有していかなきゃいけない部分があるから、まあ時間はね、うん、かかるよね。そうだよね、うん、結局ほぼ休みなしにこう回ってるじゃない、うんうん、でその時にどうしてもできなかったことを今すごくそれが爆発して今やってるかな、うん、あ爆発でなそういろんななんか自分のね人体実験で前その2週間かがっつりあの先生に言われて休んだ時の復帰の仕方っていうのもちょっと教わったりしたんだけど、うん、先生に言われたのはなんかだから将来なんかね怒ってももうこれを覚えときなさいってその学んだ技術っていうの、うん、そのやつをねあの頭でちゃんと理解している自分の動作だったり感覚っていうのはまた取り戻せるっていうのは時間ちょっとかければ、うん、ちょっとかければ大丈夫なんだって。でもそれ分からずにやってたものっていうのはやっぱり取り戻せなかったりするのね。この筋力は落ちてるからもちろん。そうなんだよ、うん、だからしっかりこのまあまあその時は本当解放源だったんだけどそういうのをあのちゃんと頭に入れるってことが大事だっていうのも思い出して、今なんかねいろんな教本の中から自分で人体実験をして、うん、そのパッと弾けるこのなんていうの瞬発力がパッと生き返るような、うん、蘇るようななんかそれパンプアップ的なあの音の指の配列のスケールだったりとか、そうじゃなくってなんかこうひたすら形を整えていくものだったりとか、なんかいろんなのを見つけて自分で何をすれば自分には合ってるなとか、あのまあおそらくその急な企画が入らない限り秋口まではちょっと厳しいかなと思ってるから、うん、そこに向けて逆算して、うん、今はなんか本当一日ね私本当にたくさん練習できない人だからそう本当そうそれもちそれがいけるからすごいよねもう皆さんから見たら本当に怠け者っていうねパンダ怠け者みたいな感じなんだけどただ自分としてはすごい真剣で、あのランナーの、 あの藤光さんってあのオリンピック選手のねあの、うん、短距離選手の方のやテレビで見た時にわあいやもうまさにそうと思ったんだけど、うん、なんか多分そんな本当にね消耗しちゃうから、うん、よっぽど頭で考えてこのトレーニングをこのために今日するんだって思うことはできるんだけれども、ひたすら飛行を引いたりトレーニングしたりとかなんかやみくもに練習ってことも絶対あの自分の体が受け付けないのね。危険なの、もう体壊しちゃうっての知ってるから、うん、もうあえてそれ絶対できないからこそ、まあ、その短時間で自分が理解して毎日こう今ちょっとだからね全部分解して自分の手の形どうなってたかなとか、うん、どこの指が弱くって今ちょっとここを広げる作業を1ヶ月でやってみようとか、その親指の位置とかも全部今ちょっと変えてて、すごい納得いくまでちょっとだから発見があるとメモったりとかして、それをまたね、うん、再開できた時にそれで慣れてやっていければいいなって面白い試みを維持する部分もあるし、うん、新しいそのそうそうそうアイデアっていうか感覚をこう身につけてるってことだね、うん、そうやっぱりねソロをやるじゃない、学生の頃ってさ、うん、みんなその一通りのその楽器を扱うことがすごくこう上達するための、うん、もうパガニーニ弾いたりコンチェルト弾いたりバッハ弾いたり全部やるじゃないとりあえず、うんうん、で大人になってからその自分のやりたい方面とかいろんなことが決まってきて、で今じゃあ私はメインはオーケストラになってるし、あと生徒を教える時にも分かりやすくそれを教えたいっていうのもあるんだけれど、うん、私も教えたいいやいやいや教えてこちらこそご近所なんでちょっといいそうねなんかその、うん、ソロの時に使ってたなんかこのバランス、うん、立って弾いてたこのバランス、はいはい、ねと全然やっぱり違うバランスで、うん、弾かなきゃいけないあの、うん、力の加減も全然オーケストラ変わるっていうので、うん、意外と長い時間椅子にも座ってるし、そうだね、うん、なんかそのね体の使い方のバランスが分かってるようで、あのずっとここ十何年か分からずに痛いな、うん、しんどいなってこう何時間か弾いてるとはしんどってこうなってきてた。だからそれをもう一回分析して、あのもうちょっとこう理にかなったフォームで、うん、
弾けたら60までいけんのかなっていう。60はもう余裕ですよ。いや、わからないよ。もうだって楽器背負って通勤電車に乗ること自体が、ね、そうそうそう、1時間かけて行くことが結構負担だったりしてるから。本当にね、そう、1時間は遠いよね。私もそうだけど、うん、でもそう、ゆずき、そうね、なんかママでもあるじゃないですか。うん。で、息子さんはまだお家に、学校も、そう、まだ、ね、多分6月から始まると思うけれど、分散登校とかでね。ああ、そうかそうか。そうだね。ね、お掃除、まあいつももちろんそうなんだけど、もう完璧にいつも全部やってるんだろうけど、今回なんかはやっぱりね、家族でずっとお家にいて、掃除もして、ご飯も3食作ってたんでしょそう、3食給食おばさん大変楽しかった。そう、それも楽しんでる。もうなんか、うん、時間がなかったから本当にストレスだったんだっていうことを今回、なんかすごく感じてしまって、ね、本当復帰できるかわからないくらい、ね、精神的にはちょっと演奏できない寂しさもあるけれども、うん、ちょっと疲れてた部分が、私はね、うん、時間をこんなに余裕を持って過ごす毎日があるっていうことに感謝して、そうだね、うん、だからご飯作ることも苦じゃないんだと思う、うんうん、活動してるとやっぱり本当にその、ね、手につかないところが出てきて、そう、それはずっと気になってで、ここのちょっと書類整理しなきゃいけないなとか、あれ やりたいんだけどなっていうのがすごいストレスになってたものが、そう、うわーって今回の数ヶ月で、まあ、できた100じゃないけどできたから、うん、かなりそういうことってこう心と密接にそう関係してるのかなと思ってるんだけどね。なんか近所のね、公園とかにウォーキングとかってそんな絶対しなかったから、うん、してるのよ今回そんな笑うことをちょっと想像がね、ちょっと、やっぱり一日一回も家から出ないってなった時、ちょっとなんかね、普段は私どっちかというと直射日光しんどい方なのよ、うん、浴びてるとこう波くじみたいにこうちょっとこうギューってなっちゃうのねだけど、うん、今回ばかりは、はい、その太陽がなんかありがたいと思っちゃって、だから公園をウォーキングするだけでもちょっと体がこう元気になるっていうか、元気になるよね。そう、だから気持ちが元気になるよね。そう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 、うん、まあ、そういうのもやったりね、もう性に合わず結構スパイスとか買い込んで、なんかね性に合わないそう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 普段はね、普段は割とその B 級グルメ的なこう定食屋さんに出てくるようなご飯を割と作る。そういうのが一番いいよね。そういうのしか作れないの。だけどちょっと凝った感じ。ちょっとこう時間があるから、じゃあ今回はスパイスから入れてみるとかっていうのは、なんかスパイスが、うん、かなり増えたよ。もう自粛終わっちゃうけどねこれスパイスって賞味期限が意外と短いからね。そうなのね。そうなの、そうなの。気がつくと2年前のものとか、ね、なっちゃうから、ちょっと気をつけなきゃ。はい、切った方がいいかもしれないゆずき、それで、はい、時間がもうなんかそろそろこのままなんかね、なんか半日ぐらい喋ってるみたいなんだけどレッスン伺うんで、その時にまたあ、ぜひぜひ、こちらもぜひぜひお願いします。でも、はい、そうで、なんかすごいぶった切る感じで残念なんですが楽しかったです。久しぶりに。こちらこそありがとうございます。なんかこんな形でなんかその演奏もしないで、うん、こんな雑談そうだよ、ね、どうしようもない雑談で、いやいやいや、あれなんだけど、まあ、今回の趣旨の通り、うん、そのコロナのワクチン開発のね、うん、支援ということで、これが、うん、まあ、こんな雑談で申し訳ないんですけど少しでも何かの、ね、役に立てれば、うん、いいかなと思って参加させていただいたので、本当にありがとうございます。こちらこそ
これ最初に言わなきゃいけなかったことなんだって。私、あ、うん、私が言わなきゃいけなかったの。そうオーマイガード、オーマイガード。そういうところが可愛いよ。すいませんでした。ちょっとまだ緊張してたのかっていうね。すいませんでした。ありがとうございました。こちらこそ。で、次回もはい、次回の次回までなんか決まってらっしゃるようですが、まずは次回はあの誰と対談してくださるのか。はい、同じ同郷 の、 クラリネットの亀井義信さんを紹介したいと思います。はい、じゃあ、私もその対談、亀井君との、ね、すごい深いこう長く一緒にいた時期とかも、ね、うんうん、あみたいなんで、その対談を楽しみにしてます。はい、はいはい、会える日を楽しみに。はい、ぜひぜひ。元気でね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい。絆。